皆さんこんにちは。飛び立て留学ジャパン事務局高校生コース担当の田口です。それでは今日4時間目ですけれども、本日の目標は具体的で実現可能な自主活動を企画できるということです。では自主活動とは何かということについて説明させていただきます。自主活動とは、留学中に学習する授業や活動の他に自分自身で計画して行う活動です。もしエージェント等のプログラムを活用して留学される場合には、それのプログラム以外の活動ということになります。例えば音楽を学びに留学に行くといった場合、オーケストラを鑑賞するであったり、著名な作曲家のいた町を訪れて学ぶといったものがこれにあたります。活動を企画する際のポイントです。まずこういった活動を計画するときには、自分自身のやりたいこと、そして周りが期待していること、さらにできること、自分自身ができること、この3つが揃ったもの、これが企画です。今回の自主活動については、留学の目的を達成するために、自分自身、あなた自身がやりたいことを中心に計画をしてほしいと思います。そしてそれを具体的に実行してきてもらいたいと思います。それでは自主活動を簡潔に説明するためのポイントをご説明いたします。こちらのシートをご覧ください。自主活動を計画する際には、いつやるのか、どこでやるのか、誰に対して何をどのようにやるのかという、この5点を中心に整理をしてみてください。これらが揃えば簡潔に表現できるようになりますし、お友達や保護者、先生方に聞いていただいた時にも納得感のあるものになるかと思います。それでは具体的に先輩飛び立て生の自主活動について聞いてみましょう。私はですね、平日は語学学校と音楽のレッスンがあったので、土日を使って私は、はい、コンサート、オーケストラの、はい、コンサートの鑑賞と、あとはバッハの家がドイツにあるので生誕の家に行くというのを主な2つの自主活動として計画をしました。そうですね、調べてコンサートの日時とかも、留学期間に実際にやってるかとかっていうのを日本では調べることができるので、インターネットを使って調べました。申し込みはさすがに日本からだとやはりクレジットカードとかが必要になってしまって、ちょっと難しかったので、実際にドイツの窓口に行って席が空いてるかを確認して、で実際にそこで購入をするというふうな形にしました。はい、もうそこでの会話は基本的にドイツ語だったの でまだまだやはりその当時はドイツ語が堪能ではなかったので、もうしどろもどろになりながら英語も使ったりジェスチャーをしたりして、実際に最終的には変えたのですごく良かったんですけど、ちょっとそこがすごく一番大変だったなというふうに思いました。そうですね、やはり一人で、しかも海外でそういうふうに実際に何か物を買ったりとか行動、調べて行動するっていう機会自体が生きてきた中で初めてだったので、大丈夫かなってすごいやはり不安になるところはあったんですけど、実際に変えたっていう、こう大きな達成感を得られたことによって、やっぱりできるんだなって、自分でもこういうことができるんだっていうふうな、それがすごい最終的に自信につながったので、そこはすごく大きな得られたものかなというふうに、はい、思いました。それでは本日のまとめです。カニさんのお話にもありましたが、自主活動、どのような活動を行いたいのか、なぜその活動を行いたいのか、いつその活動を行うのか、どこでその活動を行うのか、そして誰に対してその活動を行うのか、こういった5点について自主活動を整理して考えてみてください。それでは次は
アンバサダー活動について考えていきたいと思います。飛び立て！